終戦の日の今日、東京・九段北の靖国神社には高市経済安全保障担当大臣など2人の閣僚が参拝しました。一方、岸田総理大臣は参拝せず、玉串料を奉納しました。靖国神社には今日、高市経済安保担当大臣のほか、秋葉復興大臣が参拝しました。ウクライナでのこともございますので、これ以上戦争で亡くなる方が出ないようにと。不戦の誓いを新たにしたところです。西村経済産業大臣もおととい参拝しており、岸田内閣の閣僚の参拝が確認されたのは3人となります。このほか自民党の萩生田政調会長、小泉元環境大臣らも参拝しました。一方、岸田総理は参拝を見送り、関係者を通じて私費で玉串料を奉納しました。